中国の代表的な飲み物といえばお茶を思い浮かべますが、最近はコーヒーが人気です。かつて中国ではコーヒーを飲む人はほとんどいませんでしたが、今では日本の総人口の2倍にあたる2億5000万人の愛好家がいると言われています。世界のコーヒー消費量の伸び率が 2% なのに対し、中国国内の伸び率は 15%。 数年後には世界最大のコーヒー消費国になると予想されています。李总，你们喜欢咖啡吗？喜欢呢，对，每天基本上每天都要喝咖啡。Three to five cups of coffee, breakfast during meetings and at night when I'm with friends. Yeah. 上海市内にもスターバックスなど大手コーヒーチェーンの出店が続いています。去年中国進出を果たしたイギリス大手コーヒーチェーン。コスタカフェはアジアの重要戦略拠点として上海に3店舗の直営店をオープンさせました。旧正月にちなんだフレーバーやチャイニーズナッツ入りのケーキなど、毎月上海オリジナルメニューを展開しています。我觉得挺好啊挺好啊因为 我们还没有开店的时候呢，有很多朋友也是说，哎 ，James， 你是不是这个挑战是太大了？因为你要卖咖啡在中国，全部都是喝茶的。那但是我们开了今天，我们已经有开了23家，这个效果也是蛮好。日本，我有去过日本好几次了，也是觉得蛮合适我们的这个咖啡。コーヒーに親しむ人が増えているとはいえ、中国の1人当たりのコーヒー消費量は年間 14.7g でアメリカの 0.35%、 日本の 0.49% に過ぎません。しかし WTO 世界貿易機関の規約で、中国では近い将来コーヒーの輸入にかかる関税が大幅に下がることになっており、生産設備も大量に導入される見込みです。コーヒー文化が定着すれば、巨大市場としてますます注目されそうです。